YouTube ラスターをご覧の皆さん、こんにちは。東京ブラススタイルトランペットのレイチェルです。ホロンボーンの岡本千奈美です。今日の企画は、東京ブラススタイルの歴史、どこから来てどこへ、パート4ということで、前回の動画では、東京ブラススタイル結成し5年目の2008年と2009年の2年間を振り返りました。はい、ヒストリー企画は今回で4回目になります、はい。1回目から3回目の動画は概要欄にリンク貼ってありますので、まだ見てないよっていう方はそちらご覧ください。今日はその次の年の2010年からヒストリー振り返っていきたいと思います。この年はもうとにかくワンマンライブをめちゃめちゃやっていたそうです。1年でなんと25本、だから単純計算で、月に2本ワンマンライブを行っていました。具体的に言うと、北海道2カ所、岩手2カ所、茨城三重、愛知山形、東京大阪、京都神奈川、福島で、なおかつ東京はマンスリーでワンマンをやっていたそうです。そうで、ほとんどが、東京以外がほとんどホールワンマンということで、すごいよね。すごいすごいね。今もう本当にコロナでさ、ライブができない状態なので、この頃戻りたいなーって、本当にやりたいですね思いますけれども、そんな感じでとにかく2010年はライブで、このワンマンライブにプラスして、例えば学校での鑑賞会だったりとか、他のその営業でのお仕事とかもあったと思うので、相当忙しい1年だったんじゃないかなと思います。で、このワンマンライブにプラスして、あと放課後プロジェクトもやっていたので、日本全国いろんなところを東京ブラススタイル飛び回っていた1年だったと聞いております。こちらのアルバムは、今まで出していた2006年これかな、こちらのアニジャズジブリのアルバムと、あとブラスタジブリ、どこに行ったかな、こっちかも、ありましたか、じゃあそれ2008年に出たブラスタジブリの、総決算的なジブリのアルバムです。もうね、このヒストリー動画を撮り始めて、東京ブラススタイルにとってジブリは神様だという話を何度もしておりますが、それの総決算ですね。で、その実際のものがこちらになります。アニジャズジブリファイナルノートです。これ2つアルバム見て何か思うことありませんか？これ色違いですね。そうなんです、ジャケットがこれ一緒なんですけど、色違いのジャケットになっています。収録曲は、散歩、猫バス、人生のメリーゴーランド、君を乗せて、もののけ姫、隣のトトロ、風の谷のナウシカ、鳩と少年、風の通り道、風になるあの夏へ、そしてボーナストラックとしてルージュの伝言、隣のトトロ、全部で13曲が、収録されています。ほとんどね、今の東京ブラススタイルでもやっている曲いっぱいありますけれども、こちらのアルバムは、この13曲の中で4曲が新しくレコーディングしたものになります。そして、ボーナストラックのルージュの伝言と隣のトトロがスタジオライブ録音ということで、これね、それがイコールどういうことかと言いますと、この時のレコーディングに参加したメンバー、そしてもう一個のこっちのブラスタジブリのレコーディングに参加したメンバー、そしてこのアニジャズジブリファイナルノートで新しくレコーディングしたメンバー、それぞれ結構違うんですよね。
編成も違ったりメンバーも違ったりするので、その当時のいろいろな、サウンドの違いっていうのをこの1枚で楽しめるっていう感じになってます。じゃあここで突然なんですけれども、今回の動画でもやりますクイズコーナー。来たクイズコーナー、出題してください。はい、先ほども言ってた色違いになるんですけれども、こちらとこちらですね。はい、問題です。これ色違いじゃなく実は違ってる箇所が一つあるんですよ。実は間違い探し的なね。はい、そう、色はもう置いといてください。うん、なのでそれはどこでしょうです。はい、どこでしょうです。分かった方はですね、今までの動画と同じように、東京プラススタイル公式ホームページのコンタクトページから、件名 YouTube ラスタと書いて答えを送ってください。そして岡本千奈美賞もまた今回やるんですよね。やりましょうか。やりましょう。おうおう、あのですね、これこのトランペットの上にあるやつ、これラジオらしいんですね、このイラストが。なんでこれラジオなのかっていうのはちゃんと理由があるので、それを、答え分かってる人は答え送ってもらってもいいですし、面白い答えあったらその人に岡本千奈美賞プレゼント差し上げますので、皆さんご応募お待ちしております。はい、岡本千奈美賞は会ってなくても会っててももらえる可能性がありますので、皆さんふるってご応募お願いいたします。はい、両方あの送るのも OK よね。あ、そうですね。そう、うんうんうん、これの何が違うのかっていう、普通に YouTube ラスタ賞と岡本千奈美賞、うん、両方の、応募 OK ですので、はい、ぜひふるってのご参加お願いいたします。はい、記念すべき一番最初の海外は香港でした。この2011年からしばらく海外ツアーが毎年続きます。このね、香港のライブは聞いた話によるとめちゃめちゃでかい大きなライブだったそうです。いわゆるジャパンエキスポみたいな日本文化をこう紹介するイベントで、ブラスタもステージで演奏するみたいな、だから日本でいう幕張メッセみたいなところで、まあ、いろんなブースがあって、その中のイベントの一つとして東京ブラススタイルのライブが聴けるみたいな感じだったらしいんですけど、なんかね、めちゃめちゃ新聞とかでもう東京ブラススタイル来日みたいな感じで大きく取り上げられてたらしくって、はいはい、空港に着いたらもうパシャ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 みたいな新聞記者の人とか、あとファンの人がもう、待ち受けてたらしいよ。はいはい、ジャニーズ本当だ、ね、見たかった。そんなん経験してみたくない、あ、眩しいとか言いたい。確かにね、フラッシュたかれすぎて気持ち悪くなるみたいな、そんな経験してみたいです。警備員にちょっとやってください。それやってほしい、ね、でも本当にそれぐらいの、大きな規模でのライブだったそうです。はい、というわけで、今回は2010年と2011年2年間のヒストリーを振り返りました。私たちの、Twitter、公式ホームページと Facebook ございますので、少しでも興味持っていただけましたら、概要欄にリンク貼ってありますので、こちらぜひぜひご覧ください。フォローお願いします。そしてですね、東京プラススタイルの公式ファンクラブというのがございます。クラブチームプラスタイルという名前なんですが、そちらファンクラブ会員特典がありまして、今までいろんなものをね、してきましたが、この YouTube ブラスターのヒストリーを追ってるのに伴いまして、はい、次のファンクラブ特典はなんと結成当初からの珍しいお宝映像 を、お届けしたいと思っておりますので、ぜひぜひまだファンクラブ会員じゃないよという方は、公式ホームページの、クラブチームブラスターの加入フォームからぜひ加入していただけると嬉しいです。私たちも見たい、見たい。当時のライブ映像とか本当に YouTube とかどこにも出ていないので、山のようにお宝がありますので、それを随時発送していきたいと思います。はい、
わけで、今週も見ていただきありがとうございました。次回の放送は9月の12日21時放送予定です。楽しみにしていてください。以上 YouTube ラストでした。バイバーイ。